今から11ヶ月前、高井浩太、川崎、はアルゼンチンの地で奈落の底に突き落とされた。ほと、U から23日本代表の中国戦出場16選手監督の祭典、寸評。無失点に貢献の国母、高井を高評価。若き日本代表の一員として U20 ワールドカップに臨み、ミニ SB で全3試合に出場。高さとフィジカル対策で、 トガシコウ監督、現、横浜ユース監督、から本職ではないポジションを任された。しかし、グループステージ突破がかかったイスラエル戦、1対0でリードしていたが、残り15分を切ってから2失点し、ノックアウトステージ行きを目前にして日本はその権利を手放した。アディショナルタイムの逆転ゴールは高井の目の前で奪われた。もう一歩だけ前にいればオフサイドが取れていたかもしれなかった。 試合翌日に話を聞けば自分のせいだと思っている。ラインのところはボールを見すぎたと自責の念に駆られていた高い。だが、その経験は今思えば無駄ではなかった。4月16日に行われた U23 アジアカップのグループステージ初戦。中国との一戦で大岩剛監督が率いる U から23日本代表は、開始8分に MF 松木久流、FC 東京、 のゴールで先制。だが、17分に CB 西尾龍や C 大阪が相手に肘打ちを見舞ってしまい、一発退場に。まさかのアクシデントで、日本は数的不利での戦いを余儀なくされる。そこで存在感を示したのが、スタメンで起用されていた高井だ。チーム最年少の19歳は、192センチの高さを生かした空中戦の強さと体を張った守りで、 中国攻撃陣を封殺。押し込まれる時間帯が長くなり、得意のビルドアップはあまり見せられなかったが、マム級の活躍を見せた GK 国ぼれオブライアン、弁秘カと共に奮闘。1対0の完封勝利に大きく貢献した。かつての高いであれば、雰囲気に飲まれて、冷静さを欠くプレーが見られたかもしれない。しかし、この日はそんな姿は微人も見せず、 ディフェンスリーダーは俺だ。と言わんばかりのパフォーマンスだった。なぜ、高井は安定感が増したのだろうか。まず、着実に実績を詰めていることが大きい。昨季は U20 代表でアジアと世界の舞台で戦い、一つのミスが敗戦に直結する怖さを知った。その経験をクラブに持ち帰り、J1 で14試合に出場。今季は開幕から先発に名を連ね、 ここまで5試合で出番を得た。しかも、得意としている右ではなく、左 CB での起用。プレーの幅を広げる要因になった。